寒いけど頑張ろう。ポージングの学び方だというか、その服装を、その服装をどういう風に着こなしていつも撮るのかっていうのを少し勉強してきました。初めてやった時からずっと今まで参考にしてるんで、これにしてくれると楽しみです。はい、はい、いい感じで、そのもう早めにしてもらって、もうすごい気合入ってます。あーでもなんかすごいセナとかハイマとかコウダイとかってめっちゃ撮るの上手いから、なんかその過去のそのセナが撮ってきた撮る時の裏側の動画とかちょっと見返してみたりとかしました。いやもうそれはもちろん私の尊敬するリキさんのアーシャを見てポーズ勉強してきました。やっぱり今回なんか結構ストリートというか80年代ぐらいのヒップホップぐらいの服装というか衣装だったので、尊敬しているラッパーのアーティストの写真を見たりとか、インスタでそういう動画とか写真を調べたりして勉強しました。セクシーです。今までのビルを残しつつ、ただちょっとまたアーティスティックになったビルリーグの写真とか映像とかが今日新しく起こるんじゃないかなと、みんなを見ると思います。すげえ、初めて撮った。初チェキこれで出せる。あんまセット心霊写真現像途中これよくない。じゃんじゃんじゃん、バンバン撮って。はい、それ勉強させていただきます。ちょなんか魚介類苦手なんで。なんで無理になったんでしたっけ。あの幼い頃父と釣りに行った際のことですけど、こうやっぱちっちゃいので自分の力で釣れないじゃないですか。だからこうお父さんがこう、はいはいはいってこう一緒に持ってくれて、でもパッて引いた瞬間に、まあ、ちっちゃいやつだったんで結構すぐにピッて出てきて、ふわー寒いな。
寒い。頑張ろう、切り替えよう、せーの。リブリーグって言ったらこれみたいな感じのアーシャが今日できると思うんですけど、それを6人で撮るときにどんな感じで撮っていただけるのとか、どんな感じになるんやろっていう楽しみがすごく。腰の位置がここなんですよ、ここなんですけど、ここよりもだいぶ下に入ってダボっとした感じで着るような服装なので、これを着てどういう風に撮影したらいいのかとかいろいろ考えながらやるのですごい難しかった。電車っていうかチェキシャツ、俺全員着てるんですけど、もうこれなんか可愛すぎて僕自分で調べて買おうかなと思ってるぐらい早く撮ろう、ポテセン。いいよ。色、色合い。あ、ついじゃない。色合い。あ、ほんとに。ほんまろ。かがんでくれ。なんちゃら、なんちゃらかがんでくれ。上が、そんな俺は身長高くないね。もっと、すいません。もうちょいかがめます。しゃがむ、しゃがむ。そう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 。ワン、ツー。あ、すごい。だいぶ近い。一番いいことだけど。だいぶ、はい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 。もっともっと前でね。待って、まだ完璧に出てないですよ。これ、コウダイ君の後ろ姿を撮ろうと思って。後ろ、持ってからいいから。見てもいい。サイン書きましょう。これ、持ってから。いいですか？持ってから。持ってから。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。さあ、ということで、本日のアーシャ撮影終わりました。イエーイ。楽しかった。お疲れ様でした。寒い。寒い。とりあえず寒い。寒い。一番寒いですね。だって、服装ちょっと見せて。寒いよね。寒い。これは寒い。これは寒い。確かに、知らなかった。本当そうなんや。めっちゃ寒かった。いや一番暑いよね。まあこんな感じでメンバーみんな頑張って撮影したので、皆さんぜひ僕たちの新しいアーシャぜひチェックしてくれたらと思います。はい、はいはい、ということで以上リルリーグでした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。